はい、どうもパチパチ協会でございます。というわけで今日は久々の晩酌動画ということで、こちら長の好きやったっけ、長太郎やったっけ、なんかわからんけど、クス太郎みたいな、長太郎なんて、なん千太郎やったか、それのあのピリ辛ニシンでございます。レンチン1分半してトースターで10分ほど焼いたという感じでございます。火が通っているかは心配しております。でですね、家でもお店でも男梅サワーしょっぱいうまさ、これ今日いただきましょうか。うん、これは何 %ですか。 5% 最高ですね。程よい、うん、程よいですね。ノーベルが出しています。というわけでね、お風呂上がりなんでいただきたいと思います。乾杯。あ、男梅サワーの味がしますね。食べよう。これ骨までいけるやつかな。ニシンって結構骨までいけるよね。どうなんじゃろ、骨までいけへんやつかな。うん、何これ。びっくりした。え、こんな脂乗ってんの。うわ、ご飯やん。100%、 これむちゃくちゃうまいぞ。これ、明日これでご飯食おう。ご飯炊こう明日これで。これむちゃくちゃうまいやん。っていうかご飯やん。これはやばいな。酒のあてではない、ご飯のあてやわ。ですね。うん、私もちょっとまだまだコロナ禍でございましたけども、月曜火曜とはちょっと昼飲みさせていただきまして、ちょっとだけ軽くね、もう8時には帰ってくるようなね状況で、軽くちょっと2ヶ月ぶりぐらいの外出でございましたけども、外飲みでございましたけど、ちょっと息抜きをさせていただいてきました。うん、まあ、皆さんだけど食事中とかも結構ちゃんとマスクされてますね。うん、あげたり下げたりとか、うん、しながら飲ませていただきましたけど、結構人多かったよ。だけど電車とかパンパンもなんなんだよね、やっぱり毎日。うん、驚きました。うん、まあ、世間様ではもう今やちょっともうね、なんていうの、時事ネタも過ぎたかもしれませんけども、ユーチューバー飲み会がね、まあ、叩いておりましたが、まあ、でもちょろっとね、ピーチにしていただいている方のメンバーの方がびっくりしたよ。メンバーの方あんま知らんからさ、見たらさ、名前から「みたいなね、これ知ってる人やん言ってさ、まあ、知ってる人はいい日だったけどな。だからそんなことをタイトルに出してね、するようなね、動画撮るような私でもないんですけど、まあ、今日撮っとるやないか言われたらね、それまでなんですけど、たまたまその方からね、今日 DM いただきまして、ツイッターに。で、まあ、動画も上げられてて、まあ、そのこととは関係ない、飲み会のことは関係なくね、私がプレゼントして使っていただいた、写真を DM で送っていただいてたんで、うん、それを、映像、画像を送っていただいたんですけど、その関係、このね、一番最初の謝罪動画を見たんですけど、やっぱり、まあ、事務所所属の方々なんで、まあ、当たり障りのない、うん、社会的にテンプレート的な謝罪会見で、まあ、お若い方々ですので、自分の頭で思ったことを素直に口出すことによって角が出ることもあるかもしれないと思うから、
大人の諸事情で大人の書いた台本が多少あったのかなっていう謝罪会見、まあ当たり障りのない、うん、あとはまあ余計なことにはいちいちそこのことまで言わないという感じの謝罪の動画を見させていただいたんですけども、今日やったかな、昨日やったかな、今日の動画なんかな、あれ分からんけど、改めてメンバーみんなのと出てね、謝罪の動画上げられたんですけど、まあ動画再開しますっていうやつだったんですけど、まあ誰か誰とは言いませんけどね、うん、だけどね、まあ目って謝罪の内容、まあ基本的に謝罪っていう言葉ってある程度皆さん一緒やと思うんですよ。まあ今言って医療従事者の方とか申し訳ございませんけど、と影響力あるのに軽率な行動でございましたと、ファンの方も応援してくださる皆さんを裏切るようなことしましたとか、まあまあ、そういう内容のことがあるやん。まあそこって基本的にテンプレートみたいなのが多分あるか、はい、まあある程度言えんやけど、全員が反省しているって、反省しなあかん、まあ全員反省しなあかんのかもしれん、メンバーも含めて、ここの一気なメンバーも含めて反省しなあかんのかもしれんけどさ、当事者だけで動画撮っちゃうとさ、ずっとどんよりで終わるやん。いやそれがさ、俺さ、今日すげえこの人、この子優秀だなと思ってさ、やっぱり行ってないメンバー、まあこれ、ね、グループの良さやなってすげえ思ってんけど、一人がさ、やっぱ自分らも止められへんかったら悪かったけど、でもやっぱちょっとこの空気変えていこうって、もう俺ら別にこのままここで終わるわけじゃないし、こっから目指すもんもあんやから、どっかでこういうことやめて、こういうことか切り替えてやっていかなあかんやから、もうこれで終わりにしようぜ、みたいな。これさ、反省してるやつら3人とかで、そのメンバーばっかりやら、もう反省してるやつだけとかやったら、例えば自分が一人でやって YouTube してて、自分がそう不祥事を起こして、自分で、もうこんなことやってらんないんで、とりあえず終わりますみたいな言えへんやけど、グループの良さよね、それね。言える、言ったらそこを回せる人がもういるっていうのって、ね、すげえ優秀やな、この子と思ってさ。自分らも当事者じゃないけど一緒のグループやし反省する、でもこういうことをばっかりずっと続けていけへんしって言えるのって、そこの、参加してないメンバーやから言えることもあるわけであって、その子らによってグループを立て直せるっていうか、これからどうしていくかっていうことの軌道修正できるってさ、ほんとこれね結構ね、なんていうの、でき難しいと思うのよ。全員一緒に謝ってるだけなんてどんよりになっちゃったらさ、結局さずっとどっから切り替えるのってできひんだけど、そこんとこを切り替え、これ結構勇気いると思うのよ、それ言うのって。下手したらお前らまだ早いやろみたいな、何お前そんな調子乗ってんだよって言われる可能性があったかもしれんのよ。言い回し方とかさ、その状況によっては、いやそれがねすげえね、いやこの人メンバーおって得やったな、このグループってちょっと俺思ったのよね。一人そういう人がいてくれると、会社組織とかじゃないからさ、強い旅行者し切りますとかってできへんわけやん。基本的にはみんな連帯責任で責任を負うけど、やっぱこっから先も活動していかなあかんっていうのがあったりするんやったら、反省してるやつはいつまで反省したらいいかわからんけど、反省したようには見せなあかんやん、まあ、見せなあかんっていうこともあるけど、反省 し続けなあかんっていうまま続けるっていうのもどっかでチャラにはならへんけど、別にやったことは切り替えは自分で作りにくいよね。だからメンバーがいることでそれをしてもらえるっていうか、ね、そういう役割を担ってくれる人間がいるってね、ほんとこれってのはありがたいことやと思う。会社でもさ、基本的にさフォローしてくれるやつはそんなにはいいんと思うのよ。そこまで一致団結でみんな頑張ってるとこばっかりでもないと思うから、見捨てられるとか切られるとかっていうこともあると思うんですよ。窓際に追いやられるとかさそういうこともあると思うけど、そこをうまくまとめてさ、その子らばっかり、やった子ばっかり責め続けてるのも見ての方も気分悪いし、軽い感じで終わらせて明日から普通にやっていきますっていうのもまたおかしい。いいバランスだったのよね、
いや、ただね、やっぱね、芸能人なんか素人なんかって YouTuber の人だってなってくると、多分本人がもう線引き微妙なところだと思うんですよ。だってもともと素人ね、もう別に芸能事務所みたいにスカウトされたりとかオーディション受けて入ったわけでなければ、まあテレビに出てる人ではないんやからさ、線引きって難しいんやけど、影響力はあるわけやんか。ただやっぱりなってる人らがもともとやっぱり素人気質が抜けない可能性っていうか、有名になって美味しいとこだけ、芸能人の華やかなとこだけ自分らがゲットした感覚から抜けきれてないのちょっとあんのかなと思ったんですよ、あれ見て。あれ、まあ、あれ見てっていうか、そういう行動したってことね。そもそも芸能人じゃないと多分そういうことあんまりしないと思うんですよ。もしくはもっと、まあ、事務所がバックアップっていうか事務所からきつく言われているとか、まあ、そもそもスポンサーのついてる仕事をしていることがほとんどやと思うんで、そういうことをして迷惑かかって仕事が飛ぶのが嫌やっていうことがあると思うからあるんだけど、やっぱりその YouTube の人らっていうのはやっぱ素人が有名になって芸能人っぽい生活とかにキヤキヤ言われるっていうことばっかりの恩恵を得たと、それが成功やと多分もう分かんない、俺が勝手な意見で思ってる感覚、もうそこだけ持ってて、リスクっていうかそれの対価っていうものあんま考えてないかなと思いますよ。まあ一般的にやっぱりスポンサーもらってるか、スポンサーからもらってる、お金もらったりとか案件やってたら、リスナーさんとかファンの方が見てもらってるから再生数を稼げて、それでお金になってますよねっていうのは何度なくもちろん分かってると思うんやけど、でもほんまっていうのはそういうもののために自分の個性を追ってると思わなかったんだから、そこに出てる人間を演じ続けなあかん義務っていうのがあると思うんですよ。それが嘘だろうが、だってそこでキャラそうやって作ってしまってんやったらね、自分っていうのを切り売りして自分っていうのを殺し、普段の自分もその動画上の自分を演じて、生活する対価として人気やったりとか収益をもらってると思うから、そのプライベートはええやんっていうのは多分無理なんですよ。もうそれがリスクなんですよ、多分有名になるっていう。なんもなしで有名やってよくてやって言う人って多分そんなに多くないと思うね。大半の人は見てもらおうと思って動画を撮る。見てもらおうというのは自分の意思とか全部それだけじゃなくて、まずはそれを見る人の目線で物を作ったりするんであれば、そのために自分は演じてんやから、本当の自分じゃなかったとしても、だからそのキャラを私生活まで演じる続けるっていうことが多分条件として入ってるはずなんやけど、やっぱそこのところプライベートはええやんってなっちゃうと結局今回ね戦えることがあるんじゃないのかなと思うんですよ。結局はもう自分自身って自分らしさっていうのを打って商売してんやから、やっぱり私生活の自由もやっぱしそこはある程度犠牲にせなダメなんじゃねえのかなっておっちゃんは思いました打ってんだよ自分という人間は、ああいうもんにはああいうなんでああいうなんで人気になろう思ったら、ただやっぱだけどさ、その動画再開しますって言ってたけどさ、次からよしいつも通りやるぜうえー言ってはやりにくいよなやいきなり普通通りっていうのは俺はさすがにやりにくいじゃん。それこそさ、タバコ吸ってたりとかしてたり、ゴミポイ捨てとかしてたりやったらさ、もうどこの店でやってたぐらい割れてんやから、そこの地域のタバコの吸い殻拾いでもしたらいいんちゃう、ゴミ箱一杯分ぐらいに一杯まで拾うまで帰れまてんみたいなね、なんか企画っぽいやあいがきの、結局は誰が許すかって、基本的にニュースでポイ捨てしてやがったとか、コロナ禍で飲んでやがったとかさ、 YouTuber ってって言うけど、それ YouTuber を一括りにして見てる人がほとんどで、そんな人なんでもう次の日になったら別にさ、そんなんあったよねって、それ誰やったっけぐらいになってるのがほとんどだと思うんですよ。活動中止しよう何しようがほとんどの人は見てないわけですよ、ニュースで知っただけの人らは。チャンネルってその日は見たかもしれんよ、どんなやつがやってんやと、どんなやつが知らないと見てんねんかもしれんけど、もう1週間もしたらもうそもそもそんな見に行ってないよ、ファンじゃない人は。じゃあ結局、許してもらうのは誰に許してもらうか、自分らの反省はどこまでで OK かって、結局ファンなんですよねファンが許せば OK なんですよ、多分クライアントでも何でもないと思うよ。ファンが OK やったらそれでええんやから、結局ファンが反省してるやんって分かることを
自虐的にネタにするっていうのが多分最初のチェーンかもしれないね。いきなり張り切っていきましょうは難しいよね。やしでかした人らは。まあ、はってもグループの D があって、グループの D があるから、あるやん。行ってないメンバーもいた。行ってないメンバーが、参加したメンバーに対して、みそぎ企画みたいなやつやさ、ファンって割に反省してるし面白く見れるしさ、全員がウィンウィンじゃない、これ動画数に再生されるかもしれんしっていうのは文集に映った写真でみんな悪いかもしれんけど、その中でもどの写真をどれが悪いかみたいな決めてさ、その悪いやつ人ほど社会奉仕しなあかんような企画とかね、持ってるやん。だってリスナーから罰ゲーム決めてもらえやん。だって正直リスナーが許せば OK なんですよ、多分。リスナーってファンがね、リスナーってファンが許せば OK でしょ。リスナー企画を1週間ぐらいやって、みそぎ週間やっちゃえばさ、これ入れちゃらなんちゃい。だって地域の人、そこの地域でタバコを捨てしたからタチションしたって言ってさ、ここ謝りに行ったってな、もう今度から気をつけてください。そもそも誰に謝りに行くねんって感じじゃん。そこの役所に謝りに、僕はそこでおしっこしたんで罰金型払いますんで、申し訳ありませんでした、謝ってきて罰金払いましたと、略式裁判で10万円ぐらいになって払いましたとかさ、これで OK か言うと、そう面白くもなんともないんで、その地域でゴミ拾いしてきたってなったってさ、基本的にその地域の人からしたら、ありがたいけど、ポイ捨て一人やつなんかいっぱいいるから、一本捨てて、どうこうっていうほど、多分極端には思ってないと思うんだ。お前、思ってんのはファンだけやから。ファンに対するみそぎをすればいいんじゃない？おっさんが勝手なこと言うとるけどな。まあ、こういう動画は見られてないんで、好きなよう言わせてください。当事者のメンバーの人見てたらね、面白いけど、いや、ほんとほんまにね、いいメンバーがいてくれてよかったんじゃないの、ああいうのって。ここの空気とかをこう断ち切るっていうために言ってくれる人間がいるっていうのは、いや、ほんと全員が反省してたもん。どんよりでいつまでまだこれ続けんの、1ヶ月ぐらい休むのみたいなね、活動休止でもすんのかなってこう知った、激励して、激励ね、しっかりと釘を刺した上で、俺らもこのままでは立ち止まっていけないんで、ピリオドの向こうを目指しますみたいな感じでさ、ここに方向修正してくれるメンバーがいるっていうことは、本当非常にいいな、いいグループなんじゃないかなって思いました。まあ、奥さんが適当に言ってるだけですから、これぐらいなんかそんな飲み会行ったかてね、文集に載りませんから、今ぐらいちょうどいいんです。ありがとうございます。まあ、夢にならんけどな、俺みたいなもんは。こんな T シャツ一人で夢になるわけないけど、はい、というわけでおっさんが適当なことを言いました。もう時期外れのネタでね、またタイトルで、タイトル何しよう、 YouTube 飲み会に、 YouTube 飲み会晩酌とかしたらさ、もうちょっと生々しいし、なんかもうお前必死かよって思えるからさ、何しようかな、タイトル。なんてタイトルにしよう。飲みに行っちゃいました晩酌にしようか。もう実際飲みに行ったかな、今日。飲みに行っちゃいました晩酌。コロナ禍なのに飲みに行っちゃいました晩酌。わあ、コロナ言うたら引っかかんだよ YouTube。飲みに行っちゃいました晩酌にするわ。
すいませんのみに言っちゃいました晩酌。あ、これはちょっとまあ目を引くよな。すみません。飲み会ではなかったかな。飲み会で書いて嘘になるからな。俺は飲み会行ってないからな。ごめん、飲みに行っちゃった晩酌。まあそんな感じでしたいと思います。というわけで、パテモス協会でございました。ご視聴ありがとうございました。